どうも会長です。いつも会長チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。さて今回久々の動画更新となりますが、実は去年ちょっと生活環境が変わる事態がありまして、それが落ち着くまで一旦動画更新休ませていただきました。そちらの都合がだんだん落ち着いてきたために、今後また改めて動画編集進めてまいりたいと思います。これまでのように、頻繁に更新できるかどうかまだわからないんですが、どうか相変わらずお付き合いいただければと思います。ということで復帰一発目となる動画なんですが、皆様のお優しい気持ちに応える、そんな甘い内容でお送りしてみたいと思います。皆様もきっと甘いものお好きですよね。甘いとは言うものの、実際にはスイート&ハードな内容、いつものようにお付き合いいただけたら幸いでございます。ということで今回ご紹介するのはミツバチキッチン高騰大店でございます。それではご一緒に参りましょう。さあ行くぞ。今日はいろいろとごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。こちらのミツバチキッチンさんなんですが、オープンなさったのいつなんでしょうか。はい、まずオープンしたのが2007年に北洋番町店としてオープンいたしました。今現在高騰大店のみとなっております。ミツバチキッチンはパンケーキ専門店のお店となっております。その他オムライスなども提供しております。ミツバチキッチンさんのおすすめメニューを教えてください。はい、一番人気なのが、キャラメルバナナパンケーキがとても人気でございます。あと見た目にもびっくり、中段パンケーキがとても人気です。もうインパクトがございますので、ぜひ皆さんお試しください。それでは早速、絶大なインパクトを誇る中段パンケーキから参りましょう。いかがでしょうか、この圧倒的ビジュアル。そして特製ハニーメイプルシロップはワンボトルかけ放題でございます。まさにミツバチキッチンさんの象徴とも言うべき幸せの10段パンケーキでございます。早速いただこうとナイフを手にしたんですが、これご覧いただいている以上にふわふわもちもちの弾力がございます。そして肝心のお味の方なんですが、さすがは東北発のパンケーキ専門店、その矜持をしっかりと感じさせてくれる美味しい味でございます。まさにナイフとフォークの動きが止まらないといった感じなんですが、実は私、自分の夢に向かって邁進しております。その夢とは何か、はい、この断面作りなのでございます。映画やドラマ、そしてイメージ写真などでよく見るこれです。美味しくいただきながら夢まで達成、あとはアクシデントなく最後まで完食を目指します。なおこの幸せの10段パンケーキなんですが、トッピングメニューも豊富にございます。私のように一人で食べきっても、またお友達とシェアするのも OK。 楽しくミツバチさんの醍醐味味わってみてくださいね。続いてはミツバチキッチンさんの人気ナンバーワンメニュー、キャラメル&バナナパンケーキです。この一皿を前にすると、もはや何の言葉も必要ないと思われます。直前にデコレーションシーンをご覧いただきましたが、ホイップクリームたっぷりでございます。そして忘れてはならないのがバニラアイスのトッピング。熱々のパンケーキと冷たいバニラアイス、
まさに情熱と冷静の見事なコントラストです。人気ナンバーワンメニューという事実に大納得。これはぜひ味わっていただきたい一皿ですね。甘くて美味しいものをたくさんいただいた後には塩気のあるものが欲しくなる。それが人間でございます。ということで、お食事系パンケーキの中から女性のお客様に絶大な人気を誇るこちら、ペイザンヌサラダ&パンケーキをご紹介します。フランスの田舎風サラダがモチーフとなっているというこの一皿、ご覧いただいているように野菜がふんだんに盛り込まれています。この会長チャンネルをよくご覧いただいている方にはご納得いただけると思うんですが、これもカロリーゼロ理論に基づいております。この辺の歴史伝統はつないでいきたいと思っております。と冗談は半分にして、特製ドレッシングと新鮮野菜のコンビネーション、これはねやっぱり美味しいですよ。すがすがしい味わいです。女性のお客様に人気だというその理由が、おっさんの私にもよくわかります。今回の動画でのご紹介はこちらの一皿だけですが、他にもいわゆるお食事系パンケーキのメニュー、ラインナップはたくさん揃っています。ぜひお好みの一皿を探してみてください。今回最後のご紹介となるのがこちら。冒頭で野中さんのインタビューにもありましたが、ケチャップオムライスです。懐かしさを感じさせてくれるスタンダードなオムライス、ケチャップの酸味がいいですよね。いわゆるレトロなオムライスと異なる点は、卵がしっかりふわとろであること。このあたりのアップデート感、モダンでいいですよね。卵にふんわりと包み込まれたケチャップライスもちょうどいい塩梅。さすがパンケーキと並ぶミツバチキッチンさんの推しメニューです。今回は胃袋許容量の都合でこちら一品しか食べることはできませんでしたが、次回はぜひデミソースバージョンのオムライスも味わってみたいと思いました。今回ご紹介したミツバチキッチン高等大店さんなんですが、他にもメニューはまだまだたくさん、そして平日限定のランチメニューもございます。さらにはテイクアウトやデリバリーメニューも盛りだくさん。いやー、このメニュー写真を見るだけでウキウキしてきますよね。美味しいパンケーキやオムライスで幸せな時間を過ごしたい、笑顔になりたい、そう思った方はぜひ一度お出かけください。それではまた。